ウィルヘルミーナ・クーパーは、ドイツ人のスーパーモデル。フォードモデルズからキャリアを始め、1967年の人気絶頂時に、自らの事務所、ウィルヘルミーナ・モデルズをニューヨークで立ち上げた。オランダのクレンボルフにて、ウィルヘルミーナ・ベーメンブルクとして生まれ、同業仲間の間では、ウィルヘルミーナ、または、ウィリーの名で知られていた。ドイツのオルデンブルクで育つ。 1954年に家族と共にアメリカ合衆国イリノイ州シカゴへ引っ越した。1950年代から1960年代にかけ、彼女は最も有名なモデルの一人となった。アメリカの防具氏の表紙を27から28回飾ったモデルとしての記録を持っている。表紙モデル時代のウィルヘルミーナは、 ハイファッションモデルの中でも女性らしさを持つ数少ないモデルとしての誇りを持っていたが、まさにその通りだった。5フィート11インチで3サイズ38から24から36インチを持つ彼女は大きくクリッとした目と繊細な頬骨、そして艶やかで豊かな黒髪を持ち、その魅力は古典的で高貴な美しさの見本として、 1950年代、1960年代スタイルを築き上げた。タイム氏の死亡記事より1965年、ミルヘルミーナは人気トーク番組、ザ・トナイト・ショー・スターリング、ジョニー・カーソンの全制作葬式だったブルース・クーパーと結婚する。1967年、夫婦はミルヘルミーナ・モデルズを設立し、フォード・モデルズに並ぶ一流モデル事務所として、 様々なモデル事務所が設立される時代の先駆けとなった。ウィルヘルミーナの事務所はアフリカ系アメリカ人、スーパーモデルのナオミ・シムズを育て上げたことで重要な役割を果たす。ナオミ・シムズは1960年代半ばにデビューする。しかし、1967年のニューヨーク・タイムズに登場した際、その容姿は時代の新星であったにもかかわらず、 仕事を得る難しさを彼女は痛感した。そこで彼女はウィルヘルミーナに申し入れ、事務所にニューヨークタイムズの紙面のコピーを送ること、そしてこの紙面を使って得られる仕事の部合をすべて、ウィルヘルミーナが受け取れるようになることを伝え交渉した。それから一年もしないうちに、ナオミ・シムズは週1 0 0 0ドルを稼ぐモデルとなる。1968年、彼女はレディース、 ホームジャーナルの表紙に登場し、その翌年に、ライフマガジンの表紙も飾った。1980年3月1日、ウィルヘルミーナ・クーパーは、コネチカット州グリニッチのグリニッチ病院にて、肺がんにより40歳で死去。2014年、東京にウィルヘルミーナ・モデルズの日本法人である、モデル事務所、ウィルヘルミーナ・ジャパンが設立された。ありがとうございます。